もしもし、もしもーし、そこのお二方、聞こえてますよね。実はあなたたちにとっても素敵なプレゼントを用意したんですよ。ほら、そろそろ目を開けてください。え、どこだここ。誰かに呼ばれた気がしたけど、でもなんでオラこんなとこにいるんだ。カカロット、あれ、ベジータ、もしかしておめえなんかオラ呼んだの。誰が貴様など呼ぶものか。貴様と同じく俺も誰かに呼び出されたんだ。なんだ、それじゃ一体誰が。私ですよ、孫悟空さん、ベジータさん。え、誰だおめえ。私の名前はウィス、ウィスさんとでも呼んでください。ウィスさんだな、わかった。バカめ、そんなこと今はどうでもいいだろう。貴様、なぜ俺たちをこんな場所に呼び出した。なぜ俺たちの名前を知っている。貴様のような奴とは一度も会ったことないはずだぞ。その通りです。ベジータさんの言う通り、こうして私たちが顔を合わせるのは初めてです。ですが、そんなことはどうでもいいのですよ。どうでもいいだと。大切なのは、あなた方二人がかなりの強さを持っているということ、そしてもっと強くなりたいと思っていること。え、念のため確認しますが、お二人とも強くなることがとっても大好きですよね。サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ。オラたち、もっともっと強くなっていろんなやつと戦ってみてえと思ってる。それでは、あなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう。手伝ってって、それってオラたちと修行してくれるっていうことか。ええ、そのためにわざわざここに来てもらったのです。二人にはこれからいくつかの課題を与えますから、それをクリアしていってください。ちゃんとクリアしていけば、あなたたちはそれはもうとってもパワーアップすることができますよ。本当かそれ。にわかには信じがたいな。そもそもそんなことをしてお前に何の得がある。私に得とか損とか関係ありませんよ。重要なのは、あなたが強くなりたいかどうか、ただそれだけなんです。ふん、ならばさっき伝えた通りだ。サイヤ人が強さを求めるのは当然のこと。よろしい、それでは修行を始めるとしましょう。ですが、今回のことはいわば裏技のようなもの。本当ならこうしてここであなたと会うこともおかしなことなんです。いいですか、そこのところはあまり深く考えないようにしてください。いいですね。なんかよくわかんねえけど、わかった。いいだろう、強くなれるのであれば気になどせん。お二人には期待していますよ。ぜひとも強くなって、ビルス様の暇つぶしに付き合ってくださいね。ビルス様。おい、今何と言った。やってるね。わあ、おや、起きてらっしゃったんですか。ちょうどさっきね。ビルス、
イルス様だと？いやあ、ベジータ王子、久しぶりだね。なぜあなたが？ん？さっきウィスが言ってなかった？僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだと？ですか？この頃ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、たまには思考を変えるのもいいと思ってね。はあ。こいつは。あほん。こちらは破壊神のビルス様。宇宙一強い破壊の神様です。破壊の神？その通り、とっても強いんだよ、僕は。本当かよ。じゃあさ、オラと試合してくれよ。その破壊神の力っちゅうのを見てみて。バカ野郎、なんてこと。怖いもの知らずですね。僕お前にそんなこと口にできるなんてね、面白いじゃないか。まあ僕はその辺で昼寝してるから、戦いたくなったらいつでもどうぞ。もっとも今の君程度じゃ僕は満足しない。ウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめするよ。じゃないとあっさり消してしまうかもしれないからね。そんなに強いんか、ビルス様。まあそんなわけで精一杯励むことだね。ウィス、あとは頼んだよ。さて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょ。ビルス様のためにどんどん強くなってくださいね。強くなったらビルス様と戦えるんか。ほら、ワクワクしてきたぞ。くそったれ。強くなるのはいいが、それが奴のためだとは複雑な気分だ。さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら私に声をかけてください。よし、いっちやってみっか。よろしいですか。さあ、頑張りましょう。さあ、全力で攻めてきてください。よっ、いきますよ。よっ、よっ。さあ、最後までその調子で攻撃を続けてください。さあ、なかなかですよ、悟空さん。やってるね。あ、ビルス様、どうなさいましたか。なに、ちょっと確かめたくなってね。ウィスさんのおかげで俺はかなり強くなったぞ。いいね、だったら手合わせといこうか。まだビルス様の望む強さにはなっていませんが、まあいいでしょ。やった。それじゃあ今すぐやるかい。僕はいつでも構わないよ。
し、よし、フルパワーでやってやる。それは楽しみだ。さあ、かかってきなさい。ゾンビルさん。さて、どれほどかな。せめて50点は言ってくれないと、君を待った甲斐がないんだよ。これが破壊神の力っていうやつか。いや、あの程度の攻撃で驚かれてもね。全力でやったのに、ビルス様全然余裕だ。こんなもんだろうね、今の君は。まだまだ、ほらやれっぞ。その状態じゃ無理だね。それに今の君になんぞ興味はない。ウィス。はい。僕は昼寝の続きをやる。後のことは頼んだよ。わかりました。オーラが弱いから興味なくしちまったんかな。いいえ、そんなことありませんよ。先ほどの試合はあなたの素質を見極めるための戦い。もし素質がないと判断されたのなら、あなたは容赦なく消されていたでしょう。げげ、本当かよ。ですが、あなたはこうして生き残っている。つまり素質ありと認められたのですよ。そうなんか。だったら嬉しいけんだよ。ですが、まだそれだけです。これからはあなたが持つ力をより解放できるよう修行をしていきますよ。ああ、俺はもっともっと強くなってビルス様を驚かしてやる。その意気です。そのあなたの意志に敬意を表し、一つ誓っ。なんだ、解放権か。それなら、オラも使えんだけどな。おやおや、そうでしたか。しかし、せっかく頑張ったのですから何か。ふむ、ならばこちらを差し上げることにしましょう。うわぁ、すんげぇ。サンキュー、石さん。おっほっほ、この調子で頑張っていけばもっと素敵なことが起こりますよ。ほんとか、俺ワクワクしてきたぞ。さて、それでは次の修行の話をしましょうか。次からはこの私と実戦形式の試合をやってもらいます。これまでの修行で培ったものを私にぶつけてください。まあ、私はとっても強いので、どんなに思い切りやっても構いませんよ。おやっぱすんげんだな、ウィスさんも。とはいえ、ビルス様と遊んで疲れたでしょ。少し休憩を取りましょうか。休憩を取った後、準備ができたら私に声をかけてください。うん、わかった。もっと強くなってビルス様を驚かしてやる。さあ、
全力で攻めてきてください。ほっ、少しだけ危ない。さんには届かねえけんどな。おっほっほ、それは仕方ありません。ですが、人の存在でここまで可能性を秘めているあなたは実に珍しい存在です。この調子で成長していくことを期待しますよ。あのさ、スーパーサイヤ人ならオラもなれるんだけど。おや、そうでしたか。ならばこちらを差し上げることにしましょう。ははサンキューな、ウィスさん。この調子で次の修行に進むとしましょうか。さて、今回の修行でどこまで強くなれますか。楽しみですね。以前に比べて体の使い方が上達していますね。素晴らしい進化ですよ、特訓さん。いいですよ、実にいい。さあ、もう一踏ん張りです。頑張ってください。やるじゃありませんか。いい感じですよ。よしよし、このままもっと強くなってやっぞ。その息です。あのさ、スーパーサイヤ人2ならオラもなれるんだけど。おや、そうでしたか。ならばこちらを差し上げることにしましょう。サンキューな、ウィスさん。この調子で次の修行に進むとしましょうか。
初めて会った時に比べて随分と動きに無駄が少なくなりましたね。それに一撃一撃が重くなっています。私を相手にしての慣れがあるのは間違いないでしょうが、それにしてもなかなかの上達速度です。ふん、こんなのはどうでしょう。不加減をしているとはいえ、ここの私の動きについてこられています。よし、今回の修行はかなり手ごてがあったぞ。ふうむ、素晴らしい成長です。今の状態ならば、あのさ、スーパーサイヤ人3ならオラもう慣れるんだけど。おや、そうでしたか。ならばこちらを差し上げることにしましょう。ウィスさんのおかげでオラすんげー強くなってきた感じがすっぞ。感じではありません。実際に強くなっているのです。その証拠に。ピルス様もしかして悟空さんの成長が気になってあまり眠れなかったんじゃありませんか。冗談はよせ。睡眠は十分取れたに決まってるだろう。今さっき起きたとこだよ。そうですか。ビルス様がそうおっしゃるならそういうことにしておきましょう。で、お前ようやく使い物になるくらい強くなったようだね。わかるんか、ビルス様。まあね。しかし、これなら案外楽しめるかもしれないな。ねえ、悟空さんなら大丈夫だと思いますよ。よし、それじゃさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッド？なんだ、説明してなかったのか、ウィス。スーパーサイヤ人ゴッドとは、6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指します。つまり悟空さんとあと5人のサイヤ人がいればスーパーサイヤ人ゴッドになれるというわけです。5人も？サイヤ人ってそんなにいんのかな。まあ、それについては私が何とかするのでご安心を。なんとかするっていう、やっぱすんげえんだな、ウィスさんって。それにしてもスーパーサイヤ人ゴッドか。スーパーサイヤ人にまだ上があったんだな。あなたが望むなら今すぐにでもゴッド化の準備を始められますが、どうし、わかりました。それでは私の方で準備をしますので少々お待ちを。これがスーパーサイヤ人ゴッド。待っていたよ、この時を。待たせちまって悪かったな、ビルス様。けどこれで思いっきり戦うことができるぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。大丈夫だ。今のオラはそんな簡単にやられたりしねえ。
その自信と度胸は認めてやる。だが肝心の実力はどうかな。せっかくゴッドになったんだ、がっかりさせるなよ。あ、行くぞビルス様。せいぜい楽しませてくれよ、孫悟空。どうだ、ゴッドになった感想は。よし、腰を抜いていくぞ。本当に久しぶりだよ。僕を相手にここまで戦える奴に会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは。本当に面白い奴だ。
スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。むやみやたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫でしょう。そういうことでいいんですよね、ビルス様。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。アンガトナ、ビルス様。これで修行は終わりですね。お疲れ様でした。私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよ。うん、そうだ、あのさ、ウシさん、また修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかな。ほう、ウシさんとの修行はすんげえ力尽くしよ。だからな、頼むよ。ま、いいでしょう。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。やったー、アガトナ。よろしいですか。さあ、頑張りましょう。さあ、もう一踏ん張りです。頑張ってください。とりあえず修行はここまでです。何？もう終わりか。ご安心を、修行はまだ続きますよ。これまでやってもらったのはいわばウォーミングアップ。ここからが本番です。今のあなたはようやくもっと強くなるための基礎ができたといったところでしょうか。基礎だと？次は私と実戦形式の試合をやってもらいます。もちろん思い切り攻撃して構いませんよ。私はとーっても強いですから。ち、舐めやがって。あなたがいいならすぐにでも始めますが、どうでしょう。心の準備はできていますか。全力で攻めてきてください。私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ。攻撃後の姿勢や視線には十分に気をつけてください。いい感じですよ、ベジータさん。この程度、俺はさらに強くなってみせるぞ。スーパーサイヤ人か。それなら随分前に得しているぞ。おや、そうでしたか。ならばこちらを差し上げることにしましょう。これは悪くないな。なかなかのものでしょ。さて、この調子で次の修行に進むとしましょうか。やりっこ。
ましょう。それそれそれ。本当に強くなっているのかわからんぞ。腐ったれめ。安心してください、強くなってますよ。さあもう一分前です、頑張ってください。なのはどうでしょう。いきますよ。行きますよ。今回はここまでとしましょう。よく頑張りましたね。うん、わかるぞ。俺は強くなっている。スーパーサイヤ人2か。それなら随分前に得得しているぞ。おや、そうでしたか。これは、悪くないな。なかなかのものでしょ。頑張ってるね、結構結構。ビルス様、あれからどうだい。ベジータはちゃんと強くなったんだろうね、ウィス。そうですね。まあ今の段階でもこの宇宙においてトップクラスと言っていいかと。よし、それならさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッド。スーパーサイヤ人ゴッドとは6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指します。つまりベジータさんとあと5人のサイヤ人がいればスーパーサイヤ人ゴッドになれるというわけです。まさかそんなものがあるとは。しかしサイヤ人5人か。それは、まあそれについてはベジータさんは考えなくていいですよ。だからごちゃごちゃうるさいぞ。貴様はウィスに任せておけばいいんだ。はい。というわけで今すぐにでもゴッド化の準備を始められますが、わかりました。それでは私の方で準備をしますので少々お待ちを。これがスーパーサイヤ人ゴッド。ようやくか、待たせやがって。申し訳ありません。まあまあビルス様、ベジータさんがゴッドになれたんですよ。これで思い切り戦えるというものじゃありませんか。まあ確かにそうだが。おいベジータ、覚悟はできているんだろうな。もはや逃げられん。やるしかなかろう。だが覚悟するのはそっちだ、ビルス。これほどの力があれば貴様なぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。し
死んでたまるか。せいぜい楽しませてくれよ。スーパーサイヤ人ゴッド、絶妙な一力、それが神の力だ。驚いただろう。さあその力を僕にぶつけてこい。ワッハッハッロック、バラララララッキャッキャッ、リアッキャ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 ッ、ヤリックホー。よしよし、その調子だ。サイヤ人は戦闘民族なんだろう。もっと僕を楽しませてくれ。あの程度の攻撃で驚かれてもね。飛べ！おバカだ！わあ！一番当たった！あ！が！飛べ！うん！いや！いや！わっ！うわっ！これはどうか？うわっ！はっだ！少々ハードな運動になったが、たまにはこう化け物だ。随分な言い方だ。破壊神に向かってこのままいい感じで終わってもよかったけど、ちょっといじめたくなる。なるほど、やるじゃないか。ふん、ギリギリ旧大点かな。雑なところもあるけど、そこはまあこの先に期待ってところか。では合格ということですね。おめでとうございます、ベジータさん。よかったですね。合格？ええ、実はもしゴッドの力を扱いきれなかった場合、ビルス様はあなたを消してしまうおつもりだったんですよ。しかし暇つぶしに付き合うだけだと。スーパーサイヤ人ゴッドにまでしてやったのに、暇つぶしにもならんようなやつは不要だからね。だがお前は扱えた。今後の暇つぶしのためにも生かしておいてやる。なスーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。分かっているな。その力下手に使うんじゃないぞ。もしバカなことに使ったら、その時は消しに行くからな。はい。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。お疲れ様でした、ベジータさん。これにて修行完了です。疲れた。強くなったのは間違いないが、ストレスで胃が。
何やら体調が悪いようですが、一言いいですか？なんだ？もし修行をもう一度受けたくなったら遠慮なく言ってください。ビルス様を満足させてくれたお礼です。いくらでも修行をさせてあげますよ。わかった。